はいどうも、あやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画なんですけれども、営業中の路線バスによる蒸気を逸した危険な運転の映像に関して、昨日の夜公開したところ、早速ではありますがバス運転手の方からご連絡をいただきましたので、こちらの動画をもって報告いたします。こちらの映像は周辺を走行される方々に対して注意喚起を目的として、公共性と公益性を鑑み情報の共有としてですね、公開させていただいております。市街地道路を走行中の横浜市営バス、車番は横浜230いろはの I1655、 こちらの該当車両から極めて悪質かつ危険な幅寄せ行為を受け、命の危険を感じた瞬間の映像となっています。撮影者の方については、自転車で走行中に今回の被害に遭ったということになっておりまして、停留所の手前で大きく右側に車体を振り、そのまま撮影者の自転車の方に向かって車体をプレスしてくるような形でですね、思い切り幅寄せ行為を行ってくる様子が記録されています。自転車の車幅を考えても本当にギリギリですね。ぶつからなかったのは奇跡と言っても良いでしょう。で、こちらの映像をご覧になったバスの運転手の方からですね、今回ご連絡をいただいておりますので、どういった内容の、文章をいただいたのかという点についてご報告させていただきます。新人バスドライバーですが、正直これはない、抜こうとするところまでは分からなくもないが、バス停に止まるのであれば普通は自転車の後ろについていきます。バスについているドライブレコーダーがうちと同じような位置についていたとしたら全部映っているでしょうから、本社や営業所に絶対抗議すべきだと思います。聞けそうであれば、主任にこのようなことをしたらどんな処罰が待っているのか聞いてみようかと思います。はい、こういったご連絡をいただきました。路線バスのドライバーさんだと思うんですけれども、こちらの映像で記録されているバスの運転は明らかにおかしいと、こういったようなご感想をね、いただきました。続いてもう一件ご紹介いたします。お疲れ様です。いつも楽しく拝見しております。私は現役の観光バスの運転手です。若い頃は路線バスにも乗っていました。これは悪質でありえないですね。自分たちの教習では自転車、バイク等の車両は先に行かせて停留所に停車してお客様を乗せるよう指導されていました。多分この運転手は日常的にこのような運転をしているのだと思います。こんな運転の指導はどこのバス会社でもしていないと思います。異常ですね。危険運転に当たると言っても過言ではないと思います。恥ずかしい限りですね。自転車の方は相当な危険を感じたと思います。会社の対応もまずいと思います。バス協会の方に通報されてはいかがですか。あと市営交通ですから、役所なり県庁なりに動画を添付し抗議文を送るのもありではないでしょうか。今は運転手不足で調子に乗っているやつもいると風の噂で聞いたことがあります。徹底的に抗議すべきですね。はい、こちらがね、いただいた文章の全文となります。こちらは路線バスのドライバーさんではなく観光バスのドライバーさんからのご意見なんですけれども、以前路線バスの運転手もね、されていた方ということでございますから、今回ですね、どういった対処をすべきかという点について個人的なアドバイスをいただきました。またこういったご意見もいただきました。元路線バスに乗務しておりましたが、明らかに自転車に敵意を持って寄せている感じがします。普通ならこのタイミングだと自転車がバス停を通り過ぎてから止めるし、あのタイミングで扉を開けるなんて乗客のことも全く考えていない、バス乗務員として明らかに適性がないと思います。はい、こういったね、ご感想をいただきました。一部ではあるんですが、結構ですね、現役のバスドライバーの方、あるいは元バスドライバーの方からですね、かなり多くの反響をいただいております。こちらの映像を見て私も非常に大きな怒りを感じました。この状況であればですね、わざわざ撮影者の方に向かって幅寄せを行ってくる必要はありませんし、撮影者の自転車に追従して走行してくれば、つまり後ろを走ってくればですね、こんな危険な運転を行わなくても安全に停留所に止まることはできたと思いますし、明らかに意図的な幅寄せ行為が行われたことは明白であると思います。極めて危険な運転ですね。これはさすがに私も横浜市営バスに対して断固抗議したいと考えております。こういった案件に関してはどんどん声を上げていかないと、無視をされて流されていってしまいますから、一つ一つ抗議していきたいなと考えております。声を上げていくというのは非常に重要なことだと思うんですね。撮影者の方についても、一市民の声として、これは非常に許し難いと断固抗議したいといったような申し出をいただいております。本当ににわかには信じがたい映像ですね。なぜこんな危険な運転を行ったのか全くもって理解しかねると言わざるを得ません。
まあ、追い越しを行う瞬間に撮影者の自転車を認知していたことは明らかでございますから、まあ、撮影者の自転車を見落としたということはまず考えられませんから、まあ、意図的に幅寄せ行為を行ってきたものと思います。こういった運転はですね、断固として私も抗議をしたいと思います。なぜ積極的に危険観光行動、つまりあえて危険な運転を行うのか全く理解しかねます。それも大型二種免許をお持ちのバスのドライバーがね、こんな危険な運転を行うというのは私もですね、正直信じがたいといった表現をせざるを得ません。で、本件に関しては映像を撮影されたご本人様からも詳細な現場の状況を含めてご連絡をいただいておりますので公開いたします。横浜市営バスによる幅寄せの動画です。あやとサロン様、はじめまして、お疲れ様です。当方自転車で走行中の後方ドライブレコーダーの映像になります。停留所手前にて横浜市営バスの路線バスに強引に入り込まれて潰されそうになりました。運転手に抗議いたしましたが無視されました。とても怖い思いと怒りを感じたので、あやとサロン様の気に留まりましたらご使用ください。よろしくお願いいたします。はい、こちらがですね、ご本人様から最初にいただいたメールとなります。こちらに対して私はこうした返事をさせていただきました。ご連絡ありがとうございます。直近で膨大な数のメールをいただいておりまして、お返事が遅くなり大変申し訳ございませんでした。映像の内容について確認いたしました。かなり悪質かつ危険な運転であると思います。後日チャンネルの方でぜひ取り扱わせていただきます。本件については運転手にこの場で抗議されたとのことでございますが、その他バス会社には電話等で直接苦情などは行われておりますでしょうか。何卒よろしくお願いいたします。はい、こういったねご連絡を返させていただきました。そしたらですね、直ちに返事がやってまいりまして、こういった返答をねいただきました。あやとサロン様、お世話になっております。お忙しいところのご返信大変恐縮です。その後横浜市交通局に問い合わせフォームにてクレームは入れておりますが、現在のところ回答はいただけておりません。当方ドライブレコーダーの映像で記録していることも伝えております。自身バスによる危険行為は過去にも何度も同じようなパターンで受けてはおりますが、今回のような悪質で危険なものは初めてです。まあ、映像をご覧になっていただければわかると思いますが、私が強引にバスの横をすり抜けたといったような事案ではなく、完全に後ろから追いかけてきた路線バスがガードレールに向かって強引に幅寄せをしてきて、こちらのことなど何ら気に留めることもなく停留所に停止しているところから非常に大きな怒りを感じております。あの状態ではこちらが逃げる場所など全くなく、さらにこちらが急制動をかけたとしても路面はゴミや塵が溜まっており、とてもスリッピーなため転倒は免れなかったと思います。あの状態での転倒はガードレールに衝突するか、もしくはそれに弾かれて車道側、すなわちバス側に倒れてバスの下敷きになっていた可能性が非常に高く、ゾッといたします。はい、こちらがですね、撮影者の方からいただいたお返事となります。私も同感ですね。非常に危険な運転のねパターンであると思います。まあ、こちらの映像に関してはですね、ご本人様もおっしゃっているようにですね、特段バスの横を無理やり強引にねすり抜けようとした、まあ、ロードバイクですり抜けようとしたといったような事案ではなく、まあ、普通に路肩の部分を、まあ、走行していてですね、まあ、こともあろうに後ろから追い上げる形で走行してきた路線バスからこういった危険な運転を受けたということでございますから、本当にね、まあ、逃げるタイミングがないというか、まあ、どう頑張っても避けることはできない、こういった事例なんですね。まあ、映像でご覧になっていただければわかるように、もう停留所まで数秒のタイミングなわけですよね。撮影者の方がそのまま進行を行えば停留所にかぶってしまうことは明らかにわかるわけです。まあ、こちらの映像を見てね、私も非常に怒りを覚えたんですが、まあ、撮影者の方に向かって路線バスが幅寄せをしてきて、で実際に車が止まるわけですけれども、まあ、撮影者の方がですね、まだ路線バスに挟まれた状況であるにもかかわらず、早く行けと言わんばかりに乗降扉を開けているんですね。まあ、まさにお前の存在なんかどうでもいいんだと、そう言わんばかりの態度が、まあ、こちらから見て取れるわけですね。しかも乗り込もうとしている高齢者の方がいらっしゃいますから、この方と衝突していたらと考えますと、またこれも非常に恐ろしいですね。もし転倒した自転車がこうした高齢者にぶつかってしまった場合については、当然ですね、非常に重大な交通事故になりますし、まあ、バス会社としてどういった指導をしているんだというのがですね、端的な感想ですね。まだ事案が発生してからそれほど時間が経っていないという状況にはなりますが、こちらの映像をご覧になった皆様、どう感じたでしょうか。ぜひですね、皆さんの考え、気持ちといったようなものをこちらの動画のコメント欄の方に自由にお書きいただいて、ディスカッションをすることができればと思います。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。あやとでした。あやとサロンでは皆さんからのドライブレコーダー映像を募集しています。煽り運転や危険運転、交通事故や悪質な運転など、こちらのアドレス宛てにお気軽にお送りください。チャンネルで公開した結果、検挙に至った事例も多数ございます。大した内容じゃないかもと思う映像でも結構ですので、ご応募お待ちしています。